よいしょ。はい、といった感じで違うな、これオートフォーカスになってないや。はい、皆さんこんにちは、車の大自然カカカスヌーピーです。今回はね、こちらブードゥーライドのハイプドとショック、こちらをね紹介したいと思っております。で、まあ、どういった商品かっていうと、ハイプドの方はタイヤコーティング剤で、ショックの方はタイヤとホイールのクリーナーになります。まあ、要はね、タイヤホイールを洗う時に必要になってくる、まあ、洗車用品で、これはねコメントでリクエストをいただいたので、まあ、今回使ってみたいと思います。どこを気にしてみるかっていうと、タイヤコーティングだったらこのツヤの感じ、まあ、ツヤがまあテッカテカなのか自然なのか、こう裏面を見ると半ツヤで深く黒い仕上がりだからね、自然なツヤなんだけど、どれぐらい自然なのか、どんなもんなのかっていうのを見てみたい。あとこのホイールクリーナーで、こっちはねブラッシングするだけで汚れがきれいに落ちると。でホイール以外にもタイヤにも使えるし、あとフロアマットにも使えるということで、まあ、このタイヤとホイールちょっと今回洗ってみたいなと思います。早速レッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。今からねこちらのタイヤとホイールをね、このブードゥーライドのハイプドとショック使って洗っていきたいんだけども、まあ、最初に言っておこう、このタイヤを洗うっていう行為、これはねもうすごい賛否両論っていうか、まあ、洗わない方がいいっていう人の方が結構多いんだけど、まあ、その理由はね、このタイヤからこうにじみ出るこの劣化防止剤を洗い流しちゃうから使わない方がいいですよっていう意見が結構多い。まあ確かにこう洗った時に茶色い汚れが出てきて、それがその防止剤ですよっていうのも分かるんだけど、まあ汚れっていうのはまあそれ以外に、例えば泥だったりブレーキダストが付着してることが多いと。で、まあタイヤメーカーさんでも水洗いを結構推奨しているんだけど、そのメーカーによってはまあその汚れがひどい場合とかはもう洗剤を使って軽く洗い流してくださいっていう書いてあるところも実際にある。なので、まあこのまあまあ僕のねこの最大の課題なんだけど、まあ、どっちの方がいいっていうのを突き止めていきたいけども、まあ、僕は汚れているのが嫌だっていう精神のもと、まあ、この洗車用品も出てるし、この例えばねショックで言うとタイヤが劣化しないように研究を重ねて作られた洗車用品っていうのもね記載されていたので、まあ、ここはもう皆さんの判断にお任せしたいと思います。ということで今回はこの2種類使って洗車の方を行っていきたいと思います。はい、そしたらねまずこちらショックから、これを使ってタイヤとホイール洗っていきたいと思います。そしたらまず水でタイヤを洗い流します。水で落ちるレベルの汚れを洗い流していく、こんな感じで、まあ使い方を読むと、スプレーして軽くブラッシングするだけでブレーキダストやピッチ、タール、あと頑固な汚れを短時間で素早く洗浄できますと。酸や研磨剤を含まずホイールやタイヤに優しい生物分解成分のみで作られているので、どんな表面処理のホイールにも安心してお使いいただけますということです。で、使用できる場所がホイール、タイヤ、あとフロアマット、あとマット仕上げのホイール、メッキホイールに使えるということですね。使用用途はねすごいいっぱいある。そしたらまあこれをかけながら洗っていきたいと思います。まずスプレーの感じを見よう。オンにして、ああこういう感じね、霧みたいな感じで、匂いはねすごいいい。ホイール洗うやつってめっちゃ臭かったりするじゃん。そんなことはない。で、このスプレーもなんかちょびちょび出んじゃなくて、このいい感じのね霧状になるのでかけやすい。じゃあちょっと洗ってきます。で、この茶色い汚れが劣化防止剤って呼ばれてるものだから落とさない方がいいって言われてるんだけども、まあ、ブレーキダストだったり泥とかもさついてるわけじゃん。特にねブレーキダストとかは落ちにくかったりするので、僕はねこの技術も進化してるし、まあ、洗っちゃっていいんじゃないのかなと。かといってなんかなんだろう、例えばさマジックリンとかそういうなんか結構強力なやつは使わない方がいいと思ってる。で、さっきねあのブラシでタイヤやったんだけど、その時はねちょっと泡立ちがいまいちだった。で、このスポンジを使うことによって泡はね出てくるね。で、このね商品のいいところ、今の段階で言うとタイヤとホイール両方いけるから
なんだろう、ホイールに使った強力な液がタイヤにつくとかそういう心配がないっていうのはあるね。両方ともいけるっていうところのメリットでもあるよね、これは。 OK、 とりあえず表面上は OK なので洗い流します。ガンメタだからちょっと分かりにくいね。うん、けど結構綺麗になってるわ。そしたらちょっともう一回洗います。ホイールってさ、みんな1回で終わらせてる？終わらせてないよね。結構洗い残しがね、あったりするのですよ。で、なんか汚れが詰まってか、洗ったはずなのに落ちないみたいな結構あったりするよね。あ、なんかすごいツルツルしてる。2回目だからかな。このスポンジの使ってる感じはなんか全然違う。こういう端の方もね、タイヤ行っても問題ないから、これはありがたい。 OK、 とりあえず一連の流れとしては以上になります。はい、そしたら続いてこちらね、ハイプドを使っていきたいと思います。で、使い方が、事前にタイヤの汚れを除去してください。で、このタイヤ自体が乾いている状態を確認して、この液剤を直接吹きかける、もしくはスポンジ、ウエスなどに 2,3 プッシュしてタイヤへすり込むと。で、タイヤが熱くなっている場合、冷やしてからご使用ください。で、ブレーキパーツにこの液剤がついた場合は十分に洗い流してください。例えばこのディスクとかにね、ついた場合、ブレーキディスクについた場合は洗い流してください。って考えると、直接吹きつけるよりもスポンジにつけた方がね、リスクは少ないと思いますので、僕はスポンジに吹きつけて塗っていきたいと思います。おお、わかる。ちょっと今多めにやるんだけど、こういう霧状だね、出るのは。で、白っぽいね、液で、匂いはちょっとオレンジっぽい、柑橘っぽい感じ、悪くない。これ塗っていきます。いや、ちょっとつけすぎたかな。 OK、 こんな感じ。どう、今のところ結構濡れてるからかテッカテカだね。これが乾いてからどういうツヤになるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、そしたらね、乾きました。で、こっから下は施工してない。で、上を施工してあります。で、触った感じ、うん、こっちはね、ザラザラしてんだけど、こっちはツルツルしてる。で、色はね、ほんとね、自然なツヤっていうか、ツヤはもうほぼないね。なんか新品のタイヤに近いような感じ。どちらかというとツヤはないんだけども、黒い、なんかタイヤ本来のゴムの色みたいな感じがしています。はい、そしたら続いてね、先ほどのホイール、ガンメタでちょっと分かりにくかったので、シルバーのちょっとマジでやばい汚いやつ用意しました。で、これね、まあ、どういうホイールかっていうと、トヨタの純正のホイールで、キャップ、ホイールキャップがついてたんだよね。だからもうなかなか中を洗わないと、このブレーキダストとかね、そういう汚れもすごいたんまり残っているので、これを今からね、このショックを使って綺麗にしていきたいと思います。ちなみに裏面も見せとこう。こういう感じ。通常ね、取って洗うことはできないんだけど、できないっていうか大変なんだけど、今回は、まあ、保管する人とかもいるでしょ。これからスタッドレスに変わってきてさ、まあ、外れたらね、綺麗にすることができるので、どれぐらい綺麗になるのかっていうのをちょっと見ていきます。まずざっと水洗い、ショックをかけて汚れをね、浮かせていくと。で、タイヤも洗っていっちゃいます。すごいね。わ、すげえ汚ねー。最初はもうちゃちゃっといっちゃおう。うん、だいぶ綺麗になったね。まだ汚れてる部分はありますが、だいぶ綺麗になりました。裏面いこう。裏面はすごいね、ギャオス。もうスプレーはね、拭きやすいから、結構量を拭きたいときにはすごい楽だね。これダイソーのやつ、これ使ってみよう。楽だわ、これ。裏面とか見えにくいところはね、全然いっちゃおう。やりやすい。わあ、すげえ。まだ軽くやった程度なのに全然違うわ。で、この先端にもこのブラシがついてるから、こういうとことかやりやすいんだ。このカツカツをなんか保護してくれるビニールっていうか、なんかスポンジがついてればよりいいね、これ。使い勝手は悪くないと思う。もう一回綺麗にして、あ、すごい綺麗になってんじゃん。で、こっちもつけながら、細かいところ OK。
ざっと裏面半分程度やりました。で、見てくださいと。だいぶ違うね。こっからこっち。すげえ綺麗になった。全然違うっしょ。で、表面は全部終わってないので、今から洗っていくと。やっぱ表面はね、ブラシは嫌だね。スポンジでいこう。落ちにくい部分もあるね。あ、そんなことないな。これはなんか違う汚れだね。ちょっとつけとこう。もうちょい。ちょっと泡をいっぱいつけてあげると。OK、これで一通り終わりかな。これはあれだ、キャップつけてた時の汚れっていうか、なんか擦り傷だね。これは落ちないな、しょうがない。OK、 どう、綺麗になったんじゃない？こんな感じ。最初とは全然違う。結構ね、キュッ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 いう感じで。で、このホイール、この部分わかる？こう黒くなってんじゃん。これはホイールキャップがついてて、もうそこがね、傷ついても、もうこれはね、落とすのがすげえ大変だね。傷だらけになっております。何回かやれば落ちるのかな、どうなんだろう。だけどもうサビみたいな感じになっちゃってるので、まあ、ショックではちょっと難しい汚れになりますね、こういうのは。もうしょうがないから。そしたら最後ハイプド使ってタイヤを保護しよう。結構ほんとワンプッシュぐらいで一周できるぐらい伸びるね。いい感じ。とりあえず、まあ、タイヤはこんな感じかな。何も難しいこともないし、ちょっと乾くのを待ちたいと思います。はい、そしたらまた同じホイール用意しました。これはね、水洗いだけでなんとかしたいと思います。こう、ちなみにさ、ホイールはどうしてんのかね。そのタイヤは水洗いだけっていう人、その人はそのホイールも水洗いなのか、ホイールは洗剤で洗ってますよなのか、そこら辺気になるな。確かにね、若干汚れは落ちますよ、表面上の汚れっていう。うわ、きつ、これやだな。ギュッ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 やりたくない。泡がないときついよ。落ちる落ちる落ちる。汚れもあるけど滑りがすごい悪い。何これ。そういう意味でもこの泡っていうのは重要なんだろうね。裏面行こう。裏面もすげえ汚れてんな、これ。こちら水洗いしたホイールなんですけども、この辺まだ全然汚れてんだよね。で、あらかたは落ちたんだけど、頑固な汚れが落ちないと。で、やっぱね、水洗いだと限界があるのかなと思って、普通のカーシャンプー、これだったらやる人も少なくないと思うので、これで洗っていきたいと思います。一回ね、この泡がね、結構違うかもしれない。でもほら、落ちないんだよな。ちょっと泡をさっきみたいに塗ったくって、これで汚れを一回落とすと。そういう使い方にしよう。で、まあ、こうするともうどうしてもね、タイヤにつく。これはもうしょうがないでしょ。あとはもう汚れの落ちやすさだね。もうついでにちょっとタイヤも普通のカーシャンプーで洗ってみます。さっきよりは汚れはだいぶ出なくなったかな。この辺の汚れね、頑固だね。裏もこんな感じ。この辺とかまだ汚れが残ってるので、スポンジに泡をつけて洗っていきます。汚れてんだけど、この擦っても汚れが出ないっていうことはもう無理なのかな。マジか、切ないな。で、汚れ落ちたかな。スポンジで洗っていきます。水洗いよりはマシだな、多分。何がマシかっていうのが、この洗剤をつけることによって滑るんだよね、このスポンジが。で、こう滑ることによって洗いやすい。水だけだとね、こうギュッギュ止まっちゃってすげえ洗いにくかった。けどあれだね、ダメだね。ちょっと洗い流してみます。ほら、この辺、ここがね、落ちない。そしたらもうね、このショック使って落としていっちゃいます。まあ本当に落ちるのかっていう問題なんだけど、この辺に泡を浸透させると。さあ、水で洗い流していきます。全然違くない？このまだ黒くなってる部分、ここはホイールキャップがついてて傷になってね、もうこういうのは落ちないんだけど、それ以外の部分、こういう感じで黒くなってたんだけど、ショックを使ったことによってこういう感じ、綺麗になりました。
はい、そしたらね、あらかた終わりました。で、この面、ここはショックね、これブードゥーライドのショックを使って落としました。で、ここはハイプド、これね、これを使ってタイヤワックスを使いました。で、これを回していけば分かるんだけど、例えばここね、ここはカーシャンプーのみで洗ってます。で、境目、ワックスの境目がここになるのかな、まあ、すごいね、ツヤがあるっていうよりかは自然な黒さっていうの、新品のタイヤに近いような黒さがこのタイヤワックスにあると。で、まあ、裏面ね、何も使ってないね、カーシャンプーのみで洗った面になります。こういう端の方、この辺がね、やっぱね、落ちにくい。ここにやっぱね、水が溜まるんだろうね。すごい汚れが頑固で落ちない。で、ショックを使うと、この面、わかる？ここまで綺麗になる。まあ、使ってみた感想は、まあ、ただカーシャンプーやるだけと、ショックを使うのだと全然違うって感じは僕はしますね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はね、タイヤを洗浄するのに、こちらショック。タイヤホイールクリーナーとハイプド、これはタイヤコーティングね、これを2種類使ってみました。で、使ってみた感想は、まあ、このショック、普通のカーシャンプーと違ってね、汚れがすごい落ちる、もう頑固な汚れも落ちた、もう全然文句なし。で、こちらね、ハイプド、これはまあタイヤコーティングなんだけど、ツヤっていうのは本当、まあ、ないに等しいぐらいけど、黒さっていうのはただの水洗いと全然違う、まあ、濃く黒くなってる、なんて言うんだろうな、新品のタイヤに近づいたような黒さっていうのかな。けどこれはね、まあ、ツヤあるのがいいっていう人とツヤない人がいいっていう、まあ、好みもあると思うので、まあ、このツヤはね、さっき見せたような感じ、ほんとツヤはない感じっていうのを覚えてもらいたいのと、あとこのホイールクリーナーショックはね、このタイヤにも使えると。で、タイヤはまあ洗っちゃダメですよっていう人も多いと思うんだけど、まあ、どうしても洗車をしてるとね、カーシャンプーついたりするし、まあ、このショックだったら、まあ、タイヤについても問題ないと。なので、これでホイールを洗って、まあ、タイヤについても問題なしみたいな感じで、タイヤ洗うか洗わないかは、まあ、個人にお任せ。けど、まあ、一応ね、このタイヤクリーナーとしてタイヤを劣化させないように研究開発が行われている商品なので、僕はまあ全然洗っちゃっていいと思います。うん、で、まあ、こんな感じで以上になるんですが、まあ、タイヤワックス、これはね、まあ、好みによるかな、まあ、ツヤあり、ツヤなしで、ホイールクリーナー、これはね、まあ、本当に頑固な汚れも落としてくれたので、もう個人的には、まあ、すごいおすすめ、もう僕も今後使っていこうかなと思っております。なのでね、興味がある人もしよかったら購入してみてください。はい、それではまた来週チャンネル登録忘れずに。